女子駅伝で17人抜き快走の中3、ドルーリー・シュエリに小西80吉さん、すごい伸び伸びと走っていた。楽しみと笑顔。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。大相撲の元大関小西80吉さん、59、が22日、TBS 系情報番組、サンデーモーニングに生出演。15日に行われた都道府県対抗女子駅伝、京都の3区で17人抜きの快走を見せて岡山の中学3年生ドルーリー・シュエリの快走に驚きの声を上げた。テレビを見て、すごい伸び伸びと走っていた。ストライドが大きいね。ドルーリーは父がカナダ人で、38位でタスキを受け取ると、わずか3キロで17人を抜き去り9分2秒の区間新記録をマーク。小錦さんは、全然何も考えず走っている。本人も、走り終えた後、何人抜いたか覚えていないって、楽しそうに走っている感じがした。楽しみと笑顔を見せた。中日スポーツ。すでに完成された感があります。心配なのは岩崎恭子のようにならないか、という印象。現在は中学生であることで体重も軽くあるが、今後の成長次第でフレームが大きくなり、それに伴って体重も増える。身長が伸びればストライドは大きくなるが体重と筋肉のバランス変化に心が対応できるかどうかはまだまだ未知の部分。今はまだそっとしておくべき。精神的にも負担が大きくなると肉体に与える影響は目に見えないだけで非常に大きいのです。わずか 3km で今までの区間記録を8秒縮めるってすごいですよ。箱根とかで 20km 走って数秒縮めれるかどうかですから。走り方もそうですが、ルックスもすでに超美人で、こちらも完成された感がありました。フィジカル面も恵まれてるとは思いますが、それ以上に自分で練習メニューを考え、栄養学を学び体調管理する賢さ、メンタルが一番の武器でしょう。両親の国籍がカナダとのことなので、日本代表になるかどうかは微妙ですが、カナダ代表になったとしても日本のファンはつくでしょうね。ただ、優勝した大阪チームより取り上げ方が圧倒的に大きく、先輩ランナーの妬みが不安ですね。インタビューを聞いてる感じ、今のところ大丈夫そうだけど、まだ中学生ということを考えれば、17人抜きでマスコミがあまり騒ぐと満身創痍になったり、結果に対して必要以上の焦りが出てくる可能性もあるので、応援はたくさんしてあげて、結果についてはあまり触れない方が良いと思う。岩崎恭子さんも周りが騒ぎすぎて、潰された感じがあります。マスコミなどが押し寄せて、この選手の才能をダメにしないように、周りの大人が気をつけてあげるべきです。それとともに、この選手をいろいろな面で、利害関係なしに、サポートしてあげることも重要です。この選手の才能を、最大限伸ばせるような環境づくりをしてあげてほしいと思います。すごく楽しみな逸材だが、津山というのどかな場所で、のびのびと部活動をしていたから伸びた感じもある。きっとスカウトがたくさん来るだろうが、彼女のプランに合う高校に進学して、さらに記録を伸ばしてほしいと思う。このポテンシャルとルックスで騒がないでっていうのは無理があると思うが、周りがうまく成長できるようにサポートしてあげてほしいですね。我々も見守る立場でおるべきでも、記事が出れば見ちゃうし、自分も含めコメントもしちゃうもんね。中3ドルーリー・シュエリ選手の凄さを知りました。将来が楽しみですね。ところで、記事の後半で、ドルーリーは父がカナダ人で、38位でタスキを受け取ると、とありますが、この、父がカナダ人での部分については、父がカナダ人が後で文中の何かにかかるのかと思いきや特に何もなかったようなので、頃は何だろうと思いました。ドルーリーさんの走りを見て、もう、オリンピック選手並みの完成されたフォームだと思いました。身体も、まだまだ伸び盛りで、記録もさらに伸びそう。このまま行けばオリンピック選手間違いなしな感じです。